恋するとどうなりますか。恋するとね、周りが見えなくなりますよね。まあでも気持ちは上がりますからね、恋してる時って。で、その恋がいい恋か悪い恋かってその瞬間はジャッジできないんだけど、してる間は幸せなんですよね。だけど終わりが来ることが、まあ10代の恋なんて特に終わりがほぼほぼ来ますからでもこの期間がすごく良かったなって思えるようなお付き合いの仕方をしてほしいなと思います。で、できればそのまま成就して一緒になれるっていうところまでがあるとベストなんだろうけど、まあほぼほぼそんな人はいないですからね。パーセンテージで言っても 3% ぐらいなんじゃないかな。ってことはまあ終わるんですよ。だけど今が楽しい。じゃあこの終わるまでの楽しさをどう今後の人生に生かすかっていう、ってことはやっぱりいろいろとこう男女の間でいろんな話、いろんなせめぎ合いをした方がいいかなと思うんで、遠慮せずに人と付き合うとかってどういうことなのかっていうのを今大好きな人、恋に落ちてる人と向き合ってほしいなと思います。